暗闇が怖い？私は平気。私はメトロネ式鉄道軍の呪術師ミヤコと言います。強くなって私の恩人である八重さんと大切なお友達のミヤビを探したいんです。いつか出会えた時に褒めてもらえるようにもっと頑張らなくちゃ。恐怖心がないので危険な場所でも平気です。戦闘は私に任せてくださいね。47 48 49 50。私、人と話すのは苦手で、こうやってトレーニングの間に皆さんを見ているだけで十分楽しいですから。あ、車掌さん、お疲れ様です。私今お人形の置物を作っていて、素敵な柄の布を見つけたのでお人形に着せてあげるんです。私はお人形のために尽くしている時が一番幸せですから。どうしたんですか、車掌さん。なんだか少しにやけているように見えますけど。車掌さん、何をなさっているんですか。え、どうしたんですか。急にそんなところを触って。私をぬいぐるみだと思っていませんか。今回というか、私が呼ばれる時は大抵お人形絡みのことですよね。差出人も宛先も不明の古い木箱、しかも中から人の声がするとあっては皆さん不活に手を出せませんよね。これは古い錦人形です。イリスメトロのものではなくイリスクラウドのものですが、この独特の感じは間違いなく強い魔力を持つ錦人形。それは言い過ぎですよ。私はお人形の扱いに慣れているだけ。お人形を引き寄せるような力は持ち合わせてはいません。そういった力を持っているのは友禅さんくらいです。でも、お人形に関することなら私にお任せください。素人に任せてお人形が傷つくのは嫌ですから。もちろん人命の方が優先ですよ。でもこの学生医療にはあらゆる侵入者を暴力で撃退する人がいます。何かの手違いでその人にお人形を破壊されてはたまりません。ちなみに、その人は寮母のお花さんのことです。下天津さんから聞きましたよ。お花さんは寮内に迷い込んだお人形に飛び蹴りを炸裂させたことがあるとか。ご安心ください。この錦人形は怪しい子ではありません。お店で売っているようなごく普通の飾り人形ですから。
確かにこれは骨董品に近いお人形ですが、れっきとした売り物ですよ。セントイースの郊外にあるオールド錦専門店で販売されています。クモの巣商店っていうお店なんですけどね。そこで取り扱っている錦人形がこれまた素晴らしくて、メトロ錦にはないような貴重なお人形がたくさんあるんですよ。髪の毛もお着物も全てそのままの状態にしてあるのがポイントです。長い年月を過ごしたお人形と新しい生活を始めようというのがお店の人のこだわりらしくて、最低限のお手入れしかしていないんですよ。しかもご主人はお人形の声が聞こえる人らしくて。そんな素敵なお店で売っている看板娘、戦慄人形天城ちゃんというお人形があるんですけど、ここに置いてあるお人形がまさにその天城ちゃんです。というか私が買いました。お騒がせしてすみません。通販ができるというのでどんなものかと試しに頼んでみたら、どうやらここまで自分で歩いてきてくれるサービスだったみたいです。この木箱も自分で持ってきたのよね。私を驚かせようと思ってここで箱の中に入って待っててくれたのかな。天城ちゃんは人を驚かすのが大好きなのよね。でもここでは気をつけてね。錦人形のことをよく知らない人が大勢いるから。さあお部屋に行って遊びましょう。今夜は車掌さんが一緒に寝てくれるって。あ、これなんかお着物のデザインに使えるかも。衣装デザインってすごくためになるな。この建物の造形素敵。インスピレーションがかきたてられて。あ、この本すごい。こんな世界があるなんて衝撃だわ。うわ、車掌さん。いえ、これは何でもありません。私まだ見たい本があるので失礼します。あ、車掌さん。いやだ、見ないでください。これは昼間図書室で借りた本を見て、金箔アートって言うんですけど、私こんなの初めて見て芸術的だなと思ったんです。だから自分でもやってみようかと。そうですね、だから私も芸術を体で体感したいと思うんです。はい、ありがとうございます、車掌さん。車掌さん、どうしましょう。私こんなことになってしまって。車掌さん、車掌さん。そうです、みやこです。よかった、お元気そうで何より。そんなに心配しなくても大丈夫です。車掌さんは今木箱の中に閉じ込められてるだけです。
怪しい木箱ではありませんよ。アマギちゃんが入っていた箱があったでしょ。あの中にすっぽりインしているんです。大丈夫です。私は至っていつも通り。記憶や意識に問題があるのは車掌さんの方です。どうやら覚えていないようですね。ここで車掌さんの身に何があったのか、私が思い出させてあげますね。さあ、目を閉じて、私の呪術を全身で受け止めてください。天城ちゃん、とってもいい子ですね。人懐っこくて物おじしない。飾り人形なのにお散歩が大好きなのも可愛らしいです。ほら、車掌さんも天城ちゃんと遊んであげてください。いつまでも遊ばれているだけじゃダメですよ。それじゃあまるで車掌さんがお人形みたいじゃないですか。というわけで、車掌さんはちょっぴりお茶目な天城ちゃんにいたずらされちゃったんですね。天城ちゃんは人間が大好きなお人形のようです。車掌さんと一緒におねんねしたくて、お気に入りの木箱に閉じ込めちゃったみたいなんです。私がかけた呪術は車掌さんの脳に干渉する術。天城ちゃんがかけた呪術は車掌さんの体を小さくする術です。それぞれ術の内容も目的も違うので、結託したとは言えません。でもこのままじゃ車掌さんの精神が持ちそうもありませんね。天城ちゃん、そろそろ車掌さんをお外に出してあげましょうか。はい、お外ですよ、車掌さん。天城ちゃんも車掌さんと遊べて大満足のようです。ほら、見てください、天城ちゃん、とっても嬉しそうですよ。さあ、天城ちゃん、そろそろおねんねしましょうね。明日は楽しいお出かけ。寝坊なんてしたらもったいないもの。みんなに綺麗なところ見てもらおうね。そこはおやすみでいいんだよ。私の耳と尻尾見えるでしょ。ねんねんころりねんころり。明日は町でちょっとしたイベントがあるんです。よかったら車掌さんも見に来てください。天城ちゃんの晴れ姿が見られますよ。飾り人形としてこれ以上ない最高の舞台です。じゃあ、どんなものなのかあえて言わないでおきますね。きっと天城ちゃんのことが大好きになりますよ。車掌さん、ようこそお越しくださいました。ここはオールド錦の人形店。人間の元を離れたお人形たちが集う特別店です。綺麗でしょ。どの
の子も大昔の錦で作られたお人形なんですよ。間違っているだなんてとんでもない。あの子たちにとってこれ以上ない褒め言葉ですよ。もっと近くで聞かせてあげてください。お人形は人間に見てもらうために作られたもの。お人形は人間の手に取ってもらうために作られたもの。綺麗だね、可愛いね、そう言われるために生まれてきたんです。自信があって当然ですよ。特に飾り人形は自分の美しさに誇りを持っています。あの子たちが着てみたいだろうなって。ここはセントイリスの都心部。おしゃれな服を着た女性がたくさんいますよね。考えてみてください。もしビビアンさんが錦に旅行に来たら、どんな服を着て錦の街を歩きたいと思うでしょうか。そうですよね、それと同じです。あの子たちはセントイリスのことを好きになりたいんです。セントイリスの人間と仲良くなりたいんですよ。お人形は人間と仲良くなるきっかけを常に探しています。一度人間のそばを離れてしまった子は特にそうです。年を取ったお人形は新しいご主人様と出会うことが難しい。だから私はそのお手伝いをしているんです。八重さんの工房にいる時からずっと。お金なんていりませんよ。大切にしてくれそうな方になら無償でお譲りします。私は八重さんの屋敷で都の間というお部屋を任されました。古いお人形がたくさんあるお部屋です。その部屋にお客さんを通して古いお人形と触れ合う場を設けていました。その経験を生かしてこっちの世界でも何かできないかなって。それでこのイベントを思いついたんです。きっかけは何でもいい。とにかくお人形たちのことを見てほしい。興味本位、冷やかしは大歓迎。肝試し気分でも構いません。怖がられるのも驚かれるのもお人形にとっては楽しい遊びです。メトロ錦の人形師八重さんの教えです。怖いお人形が見たいならそっちの棚に飾ってあるお人形たちがおすすめです。人を脅かすのが大好きな子が揃っていますよ。もちろん大丈夫だよ。引き出しにその子がもともと着てた錦の置物があるから、よかったら着せ替えして遊んでみてね。ありがとう、その子も喜んでいるわ。でもその子は残念ながらあげられないのよ。このイベントが終わったら長い眠りにつくことになっているの。その時はまた来てね。ほら、アマキちゃん、あなたもお礼を言いましょう。褒めてもらえてよかったね。遊んでもらえてよかったね。